ですね、ダートスクイットと、ダートスクイットを使った DS 調法の、ジグヘッドと、ワームのセッティング方法なんですけども、まずはまっすぐ刺すことが重要になりますので、どのくらいの位置に針が出てくるかっていうのを見ます。でこれで見ますと、まあこうやって当てて、だいたいこの辺からですね、針が出てくるっていうのが目星がつきますので、あとはまっすぐ刺すだけです。あとダートスクイットなんですけども、このおにぎりの三角形状を必ず上にした形のセッティングっていうのが重要になってきます。なので刺す向きとしてはこういう向きですね。この三角形が上を向いていないと、水をしっかり水切れしなくなっちゃってダートをしなくなりますので、必ず三角形を上にしてセッティングしてください。であとはワームをまっすぐ刺して、ちょっとママワーム自体がですね、このエコ素材自体が多少弾力があるので、ただ刺すだけだとこんなグニュってなっちゃったりする時があるんですけども、これはちゃんとした位置に出せば、こうやって引っ張ってあげればこのようにですね、まっすぐ刺せますので、必ず、ただ刺すだけじゃなくてバランスを取ってあげてください。でこんな風に上から見てもまっすぐな形で、この三角形ですね、これが上を向くようにセッティングすることで、ここの面で水を切って左右にダートするっていうことになります。でこのジグヘッドなんですけども、今までのビークヘッドと変わりまして、ビークヘッド2ってなりました。でそれがですね、この根元の部分にワイヤーをつけることによって、動きによってワームがずれるとか、あとフグとか、そのちょっと噛む力が強い魚のあたりでもワームがずれたりしないっていうところが特徴になりますので、今まで以上に扱いやすくなったジグヘッドになります。で今はこのダートスクイットとビークヘッド2で、僕は DS 調法をやっています。